皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。ドラゴンクエストトレチャーズやります。さあ、残ってるコンテンツ、あとお宝を集める、そして、バルーンを全部壊す、あと邪面のやつを倒すっていうのが残ってます。今日どれか終わるといいなって思いを込めて、とりあえず派遣の受け取りやりましょうか。最近派遣を送るのサボってたんですけど、宝の地図欲しいので、ちょっとね、宝の地図ガチャをまずやっていきつつ、お宝ガチャしましょう。でもこれでだね、レジェンド出たことなかった気するから、レディータワー出たわ、やった方がいいわ。派遣これからちゃんとやります。前も出てたっけ、ドラクオンクエスト7の主人公です。やべえ、出るんだ。今ビビったわ今俺のということで、とりあえずこれガチャしてみましょうか。まずはレジェンドで連続で出てんのか、最後の鍵だろこれ。すげえな、派遣って神だわ。派遣は派遣を取っている、間違いないこれ。こりゃいや、おい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 、バネバネ金という金属でできた合鍵だ。なんでも鍵ドアを開けれるってやべえやつ。いやすごくね逆にすごいな、まだ大成功ばっか出るな。久々にやったからかなこれ。3連続来い、あーダブリかい。さて4つ目も全部大成功ですね。今回は大当たりばっかだな。ドン、おー何これ、ゾーマの格好のコスプレで、魔道士たちの像だっていう、魔王や大魔王をね奉仕する村の魔族の子供たちの像。これも多分ドラクエ10だろ、ドラクエ10なんか魔界の話があるんだっけ、よう分からん。よし、さあではでは今からね、またバルーン探しかつお宝ダンジョン探ししましょうか。せっかくだからね、今ね手持ちにお宝ダンジョンのクエスト何個か持ってるんですよ。2個持ってるのか、ホスカル島とテイリア氷雪島ってとこに2つ持ってるので、せっかくなんでじゃあちょっとこの2つ終わらせて邪面組んでることをお祈りしながらちょっとやってみたいと思います。行きましょうか。よし、さあホスカル島の探索やっていきましょうか。まあいつも通りね、今回はお宝ダンジョン探しつつね、こんな風にお宝探しもやっていきましょうか。まあ簡単に見つかるでしょう。多分今度見つけんでもこの辺やで絶対。ほらサーチなんか必要ねえんだよ。で向こうか、あそこだね、お宝のダンジョンがあるのが。ペッポペーってことで、何かな、これはこれテリーでは、これレジェンドだとさ、さすがに今のテリーのワンダーランドのテリー、これはね激アツです。よし、じゃあまずお宝ダンジョン行きましょうか。なんかみんな勝手にレベル上がったな、どうした急に今なんでレベル上がったね、なんか雑魚で倒したのかな多分。さあお宝ダンジョン頑張って攻略していきましょうか。まあいつも通りさっとやっつけましょうか。ボビボボビ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 ー、よし、まあ、カミュテクターが優秀なんでね、君がよいしょ、これ集まれてすればすぐ入れるってライフハックコメント欄で教えてもらった、マジで神でした、ありがとうございます。で集まれすると味方の行動すべてキャンセルしてこっちに来るからとても良いらしい、素晴らしいです。さあ次全部やっつけてやる、この辺のやつら。さあ、オークやれ、よし、いてーよ、みんな頑張れ、いや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 、邪面来い、ムービーっぽい、長くない、暗転来ました、邪面来ました。しかもこれ会ったことないやつでは、色が知らない色してるもん、赤でもなし、水色じゃねえや氷っぽいとこでもなし、これ黄色だよな多分、地面っぽいよな。ちょ一回これロードで確認しよう、クエスト画面で。まさか一発で出ると思わんかった俺、神クエでは。なんだこいつは、勝負と行こうぜ。ちょっとメンツが少し不安だけど今回スー、行くぞみんな、お勝負だ、邪面のバルホー、まマジ頑張ろうぜ。いやこれ絶対やってない、絶対やってない、これクエスト一応確認ね。
さて、旅人クエスト、レオバンさん、邪面の、ね、倒してるバルホーン神、勝ちます、勝ちます、みんなでやります。よし、これさすがにね、今回は勝ちに行きますんで、皆さん、皆さん勝ちに行きます。僕はさあ、こっち来い。さあ、こいつなんか倒すの苦労したんだよ、前も。おう、こっちに行ってこい。よし、突進早く来い、突進来い、早く引っかかった、よーし。さあ、石柱にぶつかってる。今みんな殴り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 、よし、いいよいいよ、俺の攻撃で、ここで、あ、台車に入ってる。じゃあ、やり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 、トゲトゲだ。どうだこれで、ほらほら、24000ダメージ。いや、これはマジでうまい、マジでうまい、マジでうまい。何も画面見えへん、何も画面見えへんけど、マジでうまい。よし、バルホーン。いや、石柱全部壊れたけど、これで弱点なんだろう。えい、これ壊したら大体出てくる。ザバーダ、水か弱点は。ねえ、水っぽいやつで。おい、結構ダメージ高い。壁でくったらやられとるな。よし、ほら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 、どこ行った、壁でくった、壁でくった、そんなとこで死んどうか。起きてくれ、壁でくった、目覚めよう。 MP 使っていい、全然。よーし、おはよう。おー、やばいことだって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 、痛い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 。さすがにこれはベホマラー、みんな。もう一発ぐらいやっとこう。よし。で、ザバダン。よし。でもザバダン撃つより俺殴った方が強いかもしれない、説ある。ね、よし。回収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 。ザバダンすげえ入ってる。どうやってんだよ、こいつ。ほら、あ、でもなんかすげえダメージ入ってる。わお、胸のコアのダメージやばー、あれ痛いもうあとこれゴリ押しした勝てるって、絶対気絶させた。殴り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 、よし、そこ、ここ最強、ほら、とどめだ。よし、ジャメンのバルフォーム。マジか、ジャメン終わったって。一生終わることないと思ったコンテンツ一生終わんねえと思ったけど、奇跡は起きるんだよ。終わったよ、マジで。こんなとこだな。サタンジュネーラルのやつめっちゃいいな、これ。うわ、すげえ嬉しい。よかった下手したらこの邪面だけが一生終わんねえじゃねえかなと思ってたんだけど、ようやく終わったわ。うわ、マジで嬉しい。どこかな。ちょっとお宝何個か集めてからレオバンさんのところに報告に行って帰ろうかなと。お前、ルビーゴーレムいる、ルビーゴーレムいる。待って、今日はいい日だ、いい日だ。お前は仲間になるんだよ、ルビーゴーレム。よし、オッケー、スカウト成功。ルビーなゴーレムよ。いや、宝石モンスターたちが仲間になってくれるのか。ガチウレピッポピーやね、ウレピッポピー。またお宝ダンジョンだけど、もうお宝ダンジョンいらねえんだけど一応攻略しとくわ。もういらねえって言ったら邪面また出てきたんだけど、ねえ、逆にもういいって。やべえな、仲間全員死んじゃったんだけど、ちょっとつらいですねこれ。また神くんに頑張ってもらいましょう。仲間がやられても大丈夫、神なら大丈夫。やれるやれる、頑張れ。あと1ワンコンボ、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 ワンコンボ。よし、ナイス。一人でやれました。いや、もうなんだよマジで、物欲センサーだろ完全に、このゲーム。つれえわ俺。電車でゲットしたの、今電車っぽいの。まあこんなとこだな。サンキュー。よし、さあもういいかな、だいぶお宝見つけたし、ね。
さて、シルフの野営地まで送っていってもらって、レオバンさんのクエスト完了させましょうか。いやー、このクエスト俺一番最後に終わると思ってたんだけど、意外となんとかなったね。で、今回レジェンド2個見つけたし、割とね、今日は激扱いですね、ほんと。よし。ボールホーン倒してきたぜ。ベレニュクスも倒したぜ。全部やっつけた、ジャーメン。どや。見事だ、この訓練こなせると思ってなかったぜ。あんな日をそうだったおめえがこれほど強くなるとは考え深い。これからはおめえの若いもんの時代だ。そういや、おめえの拠点は立派だな。俺たちヒューの探検隊は腕試しとして、おめえの拠点遊びに行くぜ。ねえ、お宝もいただくからな。なんやで、おい、なんでクエストやったら襲いに来んだよお前。俺からの強化メニューは降りたか、あとはおめえ自身で鍛えるんだぜっていう。やったぜ。さあ、シルフの船、この空飛ぶ船のね、ラスダンも行った。この船の模型ゲットだぜ。よかった。いやー、頑張りましたね皆さん。どこかな、おいしい。でちょっと最後にね、お宝あと一つか二つぐらいゲットしたら帰りましょうか。いやー、なんだかんだ言って全部手持ち金ピカです。なんだかんだ頑張りました。大タラです。完璧すぎるだろう。これもう見たことあるぞ今の件。おいし、では帰りましょうか。もうめんどくせえからキメラで帰ってる、いつも。さあ、今回ゲットしたやつ、テリーがいるのマジ熱くね。テリー、レジェンドじゃないのテリー。嘘だろ、少年テリーの像で、姉思いやんちゃな少年なのだ。レジェンドだ。何これ、コンパスで。知り合い、親戚のコンパス。何これ、はい、なんかやったぜ。王女の愛、え、こんななの王女の愛って。ある国の姫の純粋なる愛情が込められた贈り物だ。ねえ。王女の愛で王女の位置がどっちか分かりますって。いや、違うかもしれない。で、これゲット、ルビーゴレムからゲットしたやつだね。初めて見る。時の砂のオブジェ。ねえ、時の砂の宝石。うおお、これ邪魔のとこでゲットしたやつ。これドラゴンクエスト9。いや、ない、え、10の船か。10だな、10。多分。9かもしれん。どっちやろ。やったぜ。10の箱舟。ねえ。黄金色で輝く空飛ぶ列車の模型だ。おお、ヤマタノオロチだ。ジパングのボスだ。ドラゴンクエスト3。ねえ。おお、ラービア、お前レジェンドじゃねえのかよ。レティスか。あ、レティスか。ねえ。どっかの世界だ、強そうなモンスター。モンスター扱いかよ。レジェンド来たな、これ。これあれ、ドラゴンクエスト6の、鳴らすと泡になる、泡になっていけるやつ。違う、ねえ。ガダイという銀融詩人が愛用者とされる盾事だ。おお、レジェンド、これ持ってなかったわ。剣に手の形多いからだ。で、これ何の剣。これ何の剣で、で、何の剣ですか、これ。わかんないです。奇跡の剣か。ねえ、メダル王からいつももらうやつ。ねえ、切ったら回復する。最強の剣です。よーし。バチバチ金儲かったな、今回。いいね。ででんと。さあ、まだ お宝は残ってるぞってやつ。これ、レオバンさんからもらったやつかな、多分。でんと。いや、今日もでレジェンドまたぐっと集まったね。シルフの船だ。シルフの国の探検隊が使っている、ね、模型だ。長い旅にも耐えられる頑丈な作り。これトレジャーどう、結構 いったんじゃね。ドーンとやべえ額増えます。やべえ額増えます。うわお、もうあと1回いけば段ランク上がんじゃん。段ランク上げとくか、せっかくだし。ね、でちなみに今レジェンドの数はドーンと48。もう終わる、このゲーム終わります。お疲れ様でした。いや、これ進めたらもうあれだな、進んじゃうな。いや、いいや。でもお宝よりも今回ちょっとで、お宝っていうより草原のところ行こうと思います。ここ言うてレジェンド50個が俺ラストかなと思ったんだけど、意外といけそうだね。さあ、今回やることなんですけど、ここの辺りにある風船、まだね、全部集め終えておりません。風船現在の数何個か見ておきましょうか。
草原があと何個だろう。あと7個か。なんでちょっとね、草原の風船をちょろっと今日は集めて終わろうかなと思います。頑張ります。なんだこれ。おー、お宝探しの旅でオークイーンコイン。いいね。でもね、俺お宝あんま見つけたくないな。見つけたいけど見つけたくないな。よし、もう今回邪面突破したもんな俺。邪面で気持ちよくなってっからな俺。まあでもあるもんは探していきます。風船意外とないんだよな、もう。お、風船見っけた。変なとこにあんな。なんだそこ。ね。よし。ふい。バチーンと。よし、さあこれ14個目ですね。風船ゲットです。まあ、草原は風船、あ、また見っけた。全然取ってねえからな、正直言って。なんでね、気軽にサクッと見つけていきましょうか。はい、さあこれが15個目かな、多分。オッケー。あそこの上にない。昔の俺取ったんかな。意識高えな俺。おー、目の前にあったわ。見た16個目。こっち見てたらねえ、他ビビったの今の。さてあと4つだな。おー、ディーンの上級玉レシキゲットしましたね。お宝をゲットするついでに、で、レシピもゲット。いや、今日マジでさ、なんかいいことしかないわ。どうしよう、俺。おぉ、橋の下、重点的に見ててよかったー。見つけましたー。ウェイ、よーし。どこかな。さ、これで、今、なんか17個目ぐらい。結構集まってきたね。いいねー。おちょっと待って、ここからも見えてんじゃん、風船今。わかる？やったぜ。銀のやつ集めてお茶濁そうかなと思ってたら、駅んとこにあんじゃん、今。飛んでけ！ウェイ！え、もうなんか草原終わりそう、今日で。草原もあと、あれ取ったら2個ぐらいだな、あと。ね、ダメージめっちゃかかる、これ。やべ、行って！見せてやる。死んでまう、死んでまう、死んでまう。まだ終わらないぞ。よいしょ。すっげえダメージ食らった。あれどうやって風船割る？どこ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 って、そこそこ。いや、すっげえ変なとこにあんな。ちょっと待って、神くん、うい、よーし、オッケー。あと2つぐらいかな。風船見っけたぜ。あとは霊山の近くだね、霊山の。ねえ、もうだいぶ、どこかな、終わりじゃん。あと1個やで、多分。多分あと1個。あと1個がね、見つかんないね。宝とかもあるけど、一旦優先するわ。風船を。風船がね、ラス1ってのが一番むずいわ、マジで。多分、霊山の方、あんま見てないから、この辺とか、見てるんだけど、今あった。あった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 。オッケー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 。おっしー。終わった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 、これで。さあこれで、なんとか20個コンプリート。お疲れ様んた。ようやったよ、俺たち。これ持って帰ろう。よし、さあお宝またこれでゲットして、帰りましょう。よし、だいぶ順調だね。これで3エリアのコンプリート終わったかな。多分3エリア分ぐらいは、火山と草原とホスカルト3つ終わった。あと砂漠と氷んとこか。氷んとこがやばそうだよな。そこだけ怖いよね。さて、あのダメージ食らうマット、やったぜ。オンラインストアでこういうマット売ってました。ね、悪魔の鏡、なんだこれ、スパナ、すごいスパナ、ね、巨大なスパナ、ね、武器だ。なにこれ、うん、やったぜ。くじけた心、あー、くじける心のくすんだバージョンね、偽物だ。
ライバルズのミニアン好き。なにこれ、わからん。これは見たことない。魔法の前掛け、前掛けです。あー、今回レジェンドなしか。ニコニコですね、これで。よし、さあ、こんだけ額が増えたことによって段ランクがグイッとアップ。よしよしよし、完璧すぎるな、調整完璧だな今回。おー、さあ、段ランク、伝説に残るトレジャー団、歴史を超えた俺が伝説。お宝評価額やべえな。イエーイ、次がラストだな。次でカスメトル数増えて、コインの装備も増えて、上限も増える。これやっとかなきゃな、ちゃんとな。おっと、これどうかな、誰だよこいつら。メイレ、メレインか、あ、いや女の子か。ねえ、シルフの国来てほしいな。ちょっと待って、レベル高すぎる。ちょっと待って、レベル高すぎる。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 ちょっと待って、今のレベル見た？みんな。93とかだったけど。やばいやばいやばい。バグってる、バグってる、バグってる、バグってる。バグってる。バグってる。レベル高すぎる、レベル高すぎる。死んだもん、ほら。アホでしょ。取られんの、これ。いやー。今は預けといてやる。嘘。お宝奪われる。え？そんなことある？いいことばっかだと思った今日は、悪いこともあった。バーバラの像をメレイン隊から取り戻そう。クエストリストや地図を見て、場所を確かめに行けっていう。ふぅ、絶対許さねえ。そんなことあんのか、最悪すぎるだろ、ギンギーラ。ちょ、レベルマジで高すぎたけど。おかしいだろ、このゲーム。で、ロゼ、あー、これね、まあ、一応友達になっとくか、君。一緒に行こうぜ。ルビーゴーレム、すごいな、見た目。宝石やん、ほんま。よろしく。よし、じゃあ皆さん、一体今回ここまでにしましょうか。さあ、ついに、じゃあ、めんどくそ、めんどくせえクエストが終わって、俺的ニコニコです。さあ、次回なんですけど、まあ、お宝取り返して、そして、ついにレジェンドのお宝50個達成目指していきたいと思います。多分だけどね、やっぱなんだろう、風船パスパスしてたら、多分絶対レジェンド数個はゲットできてるので、絶対ゲットできると思うので。それで、終わらせたいと思います。はい。それじゃあ皆さん、ね、最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録したい方はチャンネル登録、そして高評価よろしく。また次の動画でお会いしましょう。